皆さん、こんにちは。MBA ラウンジの川尻です。前回はですね、私費生の方に向けて、メッセージをお送りしましたけれども、今回は MBA 留学の社費留学生の方の君へということでお届けしたいと思います。前回は結構ね、私費生は大変。でも君たちは素晴らしい、こう、未来があるみたいな話しましたけれども、社費留学生の方の気持ちも私は、わかります。私は私費留学でしたけれども、もともとはですね、社費留学生になりかけたんですね。というのは、私、もともと社費留学だったんですけど、断ったんですよね。もう辞めるつもりだったんで。だから、やっぱり、社費で行くといろいろね、大変だなと思って、給料も出るっていう話、100% 給料も出るし、学費も全部出るというような話だったんですけれども、それをですね、断って会社を辞めて私費で行きました。なので、まあ、私費の気持ちもわかるし、社費の方の気持ちもわかります。社費の方っていうのは、プレッシャーがね、ものすごいありますよね。会社からのプレッシャー。社費留学専攻に、選ばれたというふうになったら、もう行かないわけにはいかないですからね。絶対に行かなければいけない。そして、期間も決められていると。場合によってはね、行く国も決められている。そして周りの目がある。あの人は社費で留学するんだというね。で、羨ましがられますからね、もちろん。ね。で、場合によっては、本当にね、意地汚い人とかだと、なんかね、1年、2年遊び行くよ、遊び行ってんだな、どうやらこんな仕事してんのになんて、そんな風に思われるんですよ。そんなプレッシャーの中行かなきゃいけないっていうのは、これも大変なことですよね。だから、大変なんです、社費も。お金が、あればいいっていうもんじゃないんですよね。当たり前ですよね。ということで、まあ、伝えたいメッセージなんですけれども、2つですね。まず1つ目はですね、プレッシャーにめちゃくちゃ強くなるということ。まあ、先ほど話した通りですよ。会社、社内からのプレッシャー、友人、知人からのプレッシャー、そしてちょっと僻んでいる人からのプレッシャー、そして、前回話をした私費留学生からの羨ましがられるような、そういったプレッシャー、こういったプレッシャーの中、平常心を保って、勉学に励まなきゃいけないっていうのは本当に大変ですよね。で、場合によっては、留学に100%集中できればいいですけど、なんかね、会社の業務みたいなのがちょっとあったりとか、まあ、ないにしても、なんか、留学レポートみたいのね、出さなかったり、いけなかしなかするとか、あとは、学費支払いのための稟議書書かなきゃいけないとかね、こうでこうでこういう理由でとかってね、そんなこと書かなきゃいけない。そういった業務っぽいこともやりながら、勉学にも励まなきゃいけないっていうこと。やっぱこれ大変ですよね。非常にプレッシャー多いと思います。そんな中でやり遂げるということで、本当にプレッシャーに強い人間になれるということが一つありますね。で、もう一つですけれども、もう出世の道、これは会社に用意されていると。あとはもう自分次第ということですね。まあ、もちろん、社費留学すれば出世が保証されるわけではないです。ないですけれども、期待されているのは事実ですよね。会社がお金を払ってまで、その人を留学させたいと。そして将来リーダーとして、そして経営幹部、役員として会社で頑張ってもらいたいという、そういった期待が込められているわけですから、ある程度の土台っていうのは用意しているわけです。全くね、そんな出世の見込みも全くない人をね、留学させたりしませんから、そういった土台ある程度用意してくれてます。もちろん期待に応えられなかったら、それの土台はなくなっちゃいますけれども、しっかり期待に応えていくことで出世するという会社のバックアップ、そういったものがあるということですね。プレッシャーが大変ですけれども、その分、将来、出世への橋が、はしごがね、見えるというようなところ。まあ、もちろん会社にもよりますけど、基本的、一般的な話としてそうですね。というところですよね。
なので、まあ本当にね、会社で行くと、プレッシャーは非常に強いですけれども、しっかりと、出世の道が用意されているということ。そしてね、MBA で学んだことをフルに会社で活かすことがね、まあできるということですよね。ですから、プレッシャーが半端じゃないと思います。時間的制約、場所の制約、いろいろありとあると思うんですけれども、ぜひね、頑張って、より会社のために、実力をね、発揮して、将来ですね。そして、日本も良くしてもらいたいなというふうに思います。やっぱりね、社費の苦しみは社費の人しかわからないというところもあると思いますから、ぜひね、頑張って負けずにプレッシャーに打ち勝ってもらいたいなというふうに思います。ということで、本日は以上になります。最後まで聞いていただきましてありがとうございました。